はい、皆様どうも、マフロです。それではニャンコ対戦争をやっていこうと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、ふーにゃんこ堂ですね。38回、編成組んでおきました。それではやっていきましょう。はい、アイテム使っていきましょうね。はい、妨害系ばかりにしてみました。これでメタルはどうしてもね落とせないみたいなので、ちょっと妨害系クリティカルでひたすら妨害を出す感じでいきます。よし、さあ次は39回40回間に合うかなっていうか間に合わしたいね。はい、それではとりあえずやってみましょう。何が出てくる？出てきちゃった。ああ、こやつか。ほら、遠距離のこの人が、ああ楽しそうな人が出てきた。ああ、中距離をつぶす初のお年子ですか。この人でいけるかと思ったけど、ちょうど狙い撃ちされそうだな。めっちゃ飛んできてるよ。ああ、これ遠距離も壊されるね。モグラがいるぜ。あ、やっぱり潰されるね、これは。こは難しいね。どうしようかね。こんな距離が潰されてしまうな。とりあえずタツノオトシをなんとかしたい。この辺でやっつければいい。無理か。城落ちるなこれは。早くしないと城落とされるタイプだ。もっとなんとかならんかな。ならんよね。それは無理だな。はい、じゃあここも考えてまた考えておきます。ちょっと前回からね、すぐ続きやったんでね、ガチャ回せません、今回は。はい。それでは次回、また頑張ってみようと思います。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。では、さようなら。